結構この辺がオフィス街だったりとかするので、まあ、OL さんだったり働かれてる主婦の方が多かったりするサロンです。割と結構ショートスタイルが多かったりとかするので、収まりがいいカットだったりとかを心がけてます。今年の8月から使わせていただいております。きっかけで言うと、カラーの結構ダメージを気にされる方が多かったりとかするので、ダメージ少ないカラー剤ってなった時に、プロマスターさんのピグメントっていうのをちょっと見つけまして、それでちょっと導入してみようかということになりました。仕上がった時の、仕上がりが、ダメージが少ないっていうものもあるんですけど、なんか指通りがすごく良くなったとか、なんかこう残臭がないっていうお声をよく聞いたりとかします。今までが、アルカリのカラー剤のみだったんですけど、ビアルカリっていうものが入ったので、差別化しやすいっていう面では、どういったことが違うのかっていうのはしっかり説明するようにはしてます。毛先は、傷ませたくないので、ちょっと弱めな薬でやりますねっていうような説明します。なんかこうカウンセリングをして知ってもらった上でカラーするとやっぱり最後の仕上がりも、あ、こんだけ違うんだっていうのが分かってもらえるので説明もしやすいです。やっぱり、ピグメントのリアルカリっていうものが少ない力で髪の毛を染めれるっていうのが結構強みだったりとかするんで、カウンセリングの時にしっかり説明をしてあげることで、お客さんの安心感だったり、リアルカリを使うことによって徐々にやっぱりこう再来された際に結構髪の毛がきれいになっていくんで、そういうところを知ってもらった上で施術をするように心がけています。よっ自分が使うのは、コバルトブルーを使うことが多いです。そうですね、結構日本人の髪って赤みが多かったりするので、アッシュでも綺麗には染まるんですけど、より赤みを打ち消そうと思った時に少しコバルトブルーを混ぜて染めると、柔らかくくすむんで自然にくすませたい方にはいいかなと思います。なんか赤みがやっぱ強い方が多いので、それを打ち消すってなると、やっぱそういうカラーをお勧めしたりはします。コバルトブルーとモノトーン、あんまりコバルトブルー強く入れすぎたら結構緑がかっちゃうこともあったりはするんで、モノトーンを多めにしてちょっと柔らかさを出したりとか、あとなんかこの辺もオフィス街だったりとかであまりこうくすませすぎると良くないっていうのはあるんで、その中にあとナチュラルだったりとか、黄みが強く出るんだったら、バイオレットだったりを混ぜることもあります。